どうも皆さん、KMX と申します。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。ということで今回はですね、いつもとね同じキャラクターを使っております。で僕はね、マリオカートがね結構好きで、日々ね実況動画をみんなでね、共有したいなと思って、動画をね撮っております。もしよかったらね気軽に見てくれると嬉しいです。ということで、やっていきたいと思います。 200cc リンリンメトロですね。よろしくお願いいたします。アメリカ人がめちゃくちゃ多い部屋となっております。はい。でこのね DT さんがめちゃくちゃ早いんでね、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、大丈夫。はい、スタート。さあここね最初インついて抜いていきたいんですけども、さあここでしっかり4G 溜めて、オッケーオッケー。さあ赤コーラねこれケツにつけて、コインもしっかり溜めつつ、さあ2つ取って上がってこう。さあここで MT 解放して、バナナつけて、ここでしっかり1個交換して、UMT 貯めていきましょう。オッケーオッケーオッケー。さあ、UMT 気持ちいいよね、ここ。マジ気持ちいいなんだけどね。みんなどう思う？ここの UMT どう？で、ここもね、しっかり、ここスーパーのがいいのかな？ここ UMT のが俺早いと思うんだけどな。まあね、コイン10枚なんで、あとインつこうか。ここしっかりインついて、ジャンプアクション。ここ J スルーで、後ろ投げて、コイン使って、J して、あとはね、しっかり、あー、サンダー来ちゃうか。ただ、後ろやばい。差がやばいんで、ここはね、しっかり落ち着いてね。俺だったら落ち着いていけるんだよ。っていうところを見せたいんで。頑張ってしていこう。さあ、ここね、J 決めて。やっぱ150と同じ速さかな。なんかね、サンダーの時はね、150と同じ感じがするんですけど、これしっかりスーパーで解放して、飛距離伸ばしてこう。やばいぞ、これ差がやばいんですけど、さあ、ここでね、インついて、大丈夫かな。あー、イカがね、ちょっとね、ここのコースに関してはね、電車があるからちょっとイカ怖いんですけども、さあさあさあ、壁にぶつかりつつもしっかりね、調整して、戻っていく。で、ここでね、インついて、あと UMT 貯めて、OKOKOK。さあ、ここでね、MT 解放して、ちょっとあれだ、TA 走行でも良かったんだけど、安定性を求めるんだったら普通の走りでもいいかなと。ここでね、しっかり置いて、ちょっとこれ怖いんですけども、なんとか、1位ということで、ありがとうございました。いやー、気持ちよかったね、今のレースは。なんかね、途中トゲとか来たんですけど、まあ、トゲ来る前とかね、めちゃくちゃ完璧な走りできたんで、まあ、よしとしましょうということで、次のレースもね、頑張っていきたいと思います。さあ、引き続きね、レースの方やっていきたいと思います。200cc64 レインボーロードですね。前回もですね、このコース当たって、何かで話そうとした、記憶あるんですけども、なんだっけ？そうそうそう、思い出した。スタダミス縛りで、ちょっとやってみてください的なコメントがあったんですけども、いや、いいかもね。いや、でもね、スタダミスか。まあ、コースによってね、スタダミスしても上がれるコースと、まあ、こういうね、こういうコースはちょっとね、もう、64レインボーロードなんてね、一回被弾したらこれ上がるの難しいですからね。ショートカット地点がないし。あ、やばい。バナナ見えてなかったな。まあまあまあ。まあ、ショートカット地点がないので、打開がね、難しいんですよ。難しいし、あと、なんだろうね。まあね、チーズランドとかあったらできるかもしれないんですけどね。まあ、こういうコースに関しては本当に難しいということで、ファイヤーボール注視しつつ、ここしっかり2つ取ってこう。オッケー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 。さあさあさあ。キノコ、キラー、キラー強い、キラー強い、キラー強い。これね、しっかりね、キラーを。はぁ、だからなんで楽で当たるんだよ。オッケー、これキラー使って、まあこれ前の人、まあなんでそこ取るんだよ、アイテム。さあさあさあ、これね、でも曲がり角じゃないからいいでしょ。変なとこでは変なとこでは変なとこで、変なとこでありそう。オッケーオッケーオッケー。ここで終わってくる。危ない危ない。さあ、これ使って、使って、5位ですね。はい。このコース本当に一瞬で終わるからね、ほら。最初さ、俺被弾したでしょ。被弾というかまあ、順位下がっちゃうと、もう最初の方で順位下がっちゃうと、このコースに関しては、スタダミス縛りだとかなり厳しいですね。まあね、打開コースだったらいけそうなんですけどね。まあね、ちょっとね、検討中ですね。まあやっていきたいんですけどね。はい。さあ、行っていきたいと思いまーす。200cc ヨッシーバレーですね。まあ、このコース昨日も走ってない気がするんで、久しぶりということで。はい、大丈夫。いや、なんかスタダミスでしょ。大丈夫かな？オッケーオッケーオッケー。スタダミスじゃなかったら、さあ、頑張って出していきましょう。よろしくお願いします。さあ、これ最初コイン。ここちょっとこっちルート行こうか。こっちルート行きつつ。いや、もう普通に押されちゃったよ。普通に押された。まずいまずい。ここでしっかりね、ピンクまで溜めて、ジャンプアクションしていこう。じゃ、こう2つ取って。これは、オッケー。なんか俺のスナイパー当てていく。さあさあさあ、ここでしっかりピンクまで溜めて。いや、1位の人早いな。さあ、これ使って、これショートカット決めたいな。これね、卵邪魔なんで、しっかり避けつつ、ここでね、ショートカットしたいな。ここでしっかり浮いて、ここでショートカットして1位出ると。オッケーオッケーオッケー。さあ、これちょっと、使って、ここで、ボムね。
これはちょっとひどいことしちゃったなって感じなんですけども、1位にねしっかり出てくためにはちょっと必要不可欠ということで今のもね。さあここで、ミニターボ J を決めてくる。オッケーオッケー。これ早いのかな。まあ多少早くなるとは思うんですけどね。さあちょっとコインをねしっかり集めていきましょう。ここでコインをねしっかり回収して、あとのここ2枚でこの先の2枚もしっかり回収して、上がっていきましょう。オッケーオッケーオッケー。コイン10枚にしたね。一瞬で10枚にしていくと。でここでしっかりね MT で解放していくと。ここやっぱ早いのかな。あ、なんか早い気がするね。みんなやってるから。俺最近知ったんだよ、ここのニスク。ここのニスクね、最近知って、レスやってんだけど、今まで普通にさ、走ってたからね。ここのニスク知る前に。ということで、2つ取っていくと。さあ、後ろ来てるね。これちょっと怖いな。バックスナ決めていきたいな。さあ、後ろ赤コーラ引いてそれ怖いんですけども。あ、これちょっと、マジでイカマジでやだ。イカマジでやだ。オッケーオッケーオッケー。さあ、これしっかり2つ取って。トゲ来たな、これ。これ賭けで、ここしっかり、置いてくた。引っかかってくれないかな。あ、無理かな。オッケーオッケー。最後は、最後1位ね。最後1位。オッケー。あー、ダメかな。脱がされちゃうか。くーもうちょいトゲ来るタイミング遅ければさ。いやー、ちょっと惜しいね。もったいない、もったいない。ということで、まあでも結局あの人もさ、クラ持ってたからね、さっき見たら。ということで、次のレースもね、頑張っていきましょう。悔しいな。さあ、やっていきたいと思います。200cc ネイチャーロードが当たりました。同部屋の方々、皆さん、よろしくお願いします。はい、大丈夫。はい、スタートよろしくお願いします。いや、なんか今思ったんだけどさ、全然後ろ見てなかったな。ずっと走ってきたけど。後ろ見る余裕がない、あんまり。さあさあ、ここでしっかりね。これ、垂れ抜けしたいな。これ、あ、ナイス、スルーしてくれたね。これはありがたい。あー、ちょっと待って、ぶつかっちゃった。縁にぶつかってしまったんですけども。なんとか立て直して。これね、赤消しというかなんか消えてく。オッケーオッケー。ここでしっかりね、溜めて、スーパー溜めてしっかりね、こう出し場で飛んでこう。これちょっとニスク決めたいな。ニスク決めたいんですけど、決まるかな。ここね、大体ダート噛んじゃうからね。まあ、しょうがない。これは、これちょっとね、後ろ投げて、積極的に差を広げていきたいな。まあまあまあ、ここで、ジャンプアクションの MTJJJ と、はい。ここしっかり垂れ抜けしていく。オッケー、キノコこれでかいね。キノコありがたいんですけども、やばいぞこれさ、差がやばいんですけども、これしっかりね、ここで、スーパー開放して、ジャンプアクション、ここもしっかりジャンプアクション、で、ジャンプアクション、これもダート噛んでもいいや。しっかりね、ショートカットして、多分これの方が早いんじゃないかなと、個人的には思うんですけどね。さあ、ここでもう一回スーパー溜めて、飛距離伸ばしていきたいな。これで溶けきたんですけど、大丈夫大丈夫、ショートカット、ジャンプアクション、ジャンプアクション。もう実況がおかしくなってるんですけども、ここでしっかりね、スーパー溜めて、解放して、これちょっとやばい、空中で食らっちゃうかも。空中で食らっちゃったね。まあ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 、まだ後ろとの差はね、まだあるんで大丈夫でしょう。まだ赤コーラ来そうだな、もう一個。もう一個赤コーラ来そうなんですけど、大丈夫か、ここはしっかり、一つ取って、なんとか、防御を確実に。あ、間違いです、勝っちゃった、間違いです、勝っちゃった、大丈夫かな、これ。しっかりニスク決めて、ちょっとミスってんな。まあ、ニスクミスるけども、普通にね、走るよりはね、早いのは、多分、確実に早いとは思うんですよね。ということで、途中ね、トゲ来て、赤コーラも来たんですけど、なんとか逃げ切れました。ありがとうございましたということで、今回皆さんね、ご視聴ありがとうございましたよかったらね、チャンネル登録、高評価、皆さん高評価ね、もうただ押すだけなんで、ポチッとよければぜひお願いしますではでは、コンマルクスからお送りしました。バーイ。さえていきたいと思います。200cc マリオサーキット、新マリオサーキットですね、走っていきたいと思います。今回もよろしくお願いしますということで、いや相変わらず海外勢ばっかりのね、部屋となっております。よろしくお願いします。はい、スタート。今皆さんどういう体勢でさ、俺やってると思いますか。まあ、いつもとねちょっと違う体勢でやってんだけど、正座でやってます。いつもは普通に座ってやってんだけどさまあどうでもいいかもしれんけどね、どうでもいいかもしれんけど、これさ、ずーっとやってたら多分ね、痺れるね、多分。確実に痺れると思うんで。これ、赤コーラ食らってもしょうがないね、別に。もうどうせコイン持ってたし。まあまあまあ、二つ取って上がっていきましょう。これでキノコで寿司できるからいいか。ここでしっかりね、寿司していくと、これ強いからね、めちゃくちゃ強いんで、みんなね、ぜひ使ってみてください。前なんかすごい、前すごいな、これ。前なんかすごいんですけども。ファイヤーこれ怖いね、ファイヤー怖い。ファイヤー怖い。オッケーオッケー、これしっかり避けて、オッケー、避けて、避けつつ、なんとか当たらず、オッケー、しっかりね、二つ目の。これ前投げて当てたらでかいんですけども、当たんないよね、すぐ。あーでも、コーラ来た、オッケー、これ俺当たんないよね。オッケー、危ねえ。危なかった、危なかった。さあ、これしっかり二つ取っていきましょう。いやー、いざね、こう実況動画を撮るとですね、
ミスがね、ちょっと目立ってしまうんで、そこ気をつけたいですね。あ、なんかラグね。ちょっと待って。ねえ、ちょっと待って。コインしか出ない。もう防御引いて、頼む、防御引いて。なんかラグい。オッケー。もう頼むから引いてよ、防御。ちょっと待って。ねえ。うわぁ、やだ。もう1位にならせて。オッケー。今さ、コインが連続出たからさ、これ回線悪いしょこかなと思ったんですけど、なんとかね、防御引いてくれましたね。さあ、これね、皆さん、これやってみてください。余裕があったら。これ、ビヨーンって、これ気持ちいいから、ビヨーンつって、ほら、これ気持ちいいからね、で、ゴールと。超くだらねえんだけど。まあ、余裕があったらね、やってみてください、ということで。いやー、いいね。いやー、今ね、正座してやってんだけどね。はい、ということで、1位ね、ありがとうございました。という感じで、また次もね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。